はい、じゃあこれからチキン南蛮始めていくんですけど、1日目にビエノワーズっていうそのパン粉とバターとチーズなんかを混ぜたようなシートを作るために、一番最初にこうバターをいろいろ作業を始める前にバターを常温に戻しておきましょう、はい、このまま常温で置いておいてください、うん、はい、溶かすんじゃなくて柔らかくするみたいな。そうですね、溶かしバターになっちゃうともう戻らないので、うん、常温に戻すだけで大丈夫です、うん、はい、はい、分かりました。じゃあまずソミュールを作っていきましょうか。はい、流れとしてはもう本当に簡単、混ぜるだけです、うん、でただ1個だけ白ワインを先にちょっと火にかけて軽くアルコール分を飛ばします。でその後に水と、これ分量のものですね、塩と砂糖です。塩味付けるとか、まあ、長期間置くときは保存性高めるとか意味もありますし、砂糖が入ってるのも保水性ですね、お肉の保水性しっとり感を高めるために砂糖もちょっと入ってます。であとは生姜ですね、ちょっとこう和風なお料理、フランス料理に仕立てるんですけど和のテイストのある料理にしたいので、ちょっとすりおろした生姜を、はい、後でソミュールに最後に加えます。はい、はい、そしたらソミュールを作っていきます。氷とボールを用意しておくとすぐに冷ますことができます。家に氷そんなにいっぱいないよって方はもうそのまま粗熱取る形でも大丈夫です。急いでる方はこうやって氷を用意するといいと思います。そしたら作っていきます。白ワイン加えます。はい、そしたら白ワインのアルコールを飛ばしていきます。白ワイン鍋に入れてから火にかける。で沸くまでは強火で OK です。でアルコール完全に完璧に飛ばさなくても大丈夫です。はい、軽く一煮立ちさせてから他のものを加えるっていうだけで OK です。で他のものを最初に、例えば水も一緒に最初に入れちゃうと、こいつのアルコール分が飛びにくくなるので、アルコール例えば何種類か入れる場合、この後10取る時とかもそうなんですけど、アルコールを数種類加える時っていうのはアルコールの度数が高いものから順番に加えていくっていうのが一応こうセオリーではあります。はい、これもし火ついちゃったりしたらどういう風にしたらいい？火ついちゃったら落ち着いて一回火から外してこう息を吹きかけてあげたりしたら止まります。はい、うん、今ですね、火ついてますね。火ついちゃったら一回外します。でちょっとフッとかいう感じで息吹きかけてあげたら止まります。火つくと危ないんで、ボコボコ湧いてきたらちょっと弱めてあげる、うん、この鍋の外に火がいかなければ火がつくことってあんまりないんで、うん、まあ、家庭の火力だとそうそうつくことは白ワインでつくことはないです。ブランデーとかはつくんで気をつけてください、うん、はい、飲食店とかだともっと大量のアルコール飛ばすときにアルコール飛んだかどうかわからない、でも他の作業もしたいっていうときにわざと火つけたりする場合もあります、うん、目で見てわかるんで、まあでも危ないんであんまりおすすめはしません、うん、あと周りが焦げます。鍋の火がついてるっていうことはで周りが焦げるとその焦げが液体に入るんであんまりいい作業ではありませんので、真似をしないでください。どれくらいまで加熱するとか目安あるんですか？もう本当に完全に飛ばす必要ないんでこんぐらいで大丈夫なんですけど、うん、飛んだかどうかを分かりたい、ちゃんと分かりたい時は、まあ匂いを嗅いであげるとか、うん、でもこれも危ないんですよ。火の上に自分の顔が行くと火がついた時に危ないんで、これもあんまりしない方がいいです。こうこの真上からちょっとずらして手でこうやって香りを取ってあげる、うんうん、かもう味を見るかです。まあでも今回はそんなに厳密に飛ばす必要ないんでこのくらいで OK です。はい、そしたら他の材料入れます。水分量です。はい、決まった分量入れます。はい、で塩と砂糖ですね、これも全部入れます。でしっかり溶かしてあげる。これアルコール入んない場合のソミュールだったら塩と砂糖入れる量にもよりますけど、水に直接入れても大丈夫です、溶けるんで。加熱した方が溶けやすいですけど、今回はアルコールを飛ばすっていう作業があったので一回沸かしています。
で、香り付けのハーブ使いたい場合は今この加熱してる時に入れてください。今回は一応指定はタイムっていうことにしています。あってもなくても正直大丈夫ではあります。タイム手に入らない場合はローリエとか、はいはい、で大丈夫ですね。庭にハーブ生えてる人は庭のハーブを入れてください。ハーブ入れた後はあんまりその煮込まない方がいいんですか？なんか煮込んでも大丈夫ですよ。でもフレッシュなハーブの香りが欲しいときはすぐ止めてあげる方がいいと思います。で冷たい液体に入れるよりは絶対あったかい液体に入れた方が香りが出ます、うん、ハーブティーと同じですね、うんうん、アンフュージョンとか温かいところに入れるで香りを移してあげる、そのまま冷やしてあげるとかが一番香りは出るかなと思います。でも長時間煮ていくと今度はなんかこうフレッシュの香りではなくなってくる。でソース取る時とかも最初に入れる場合と後から入れる場合とパッセする時にちょっとだけくぐらせる場合とか、まあいろいろあるんですけど、まあそこは好みだったりどんなものが欲しいかっていう感じですね、うん、はいはい。じゃあ火止めました。でそしたらさっき用意したこの氷水ですね、はい、ここに入れましょう。はいはい、で冷ましてあげてください。はい、そしたらさっき、加熱して合わせたソミュールです。氷水に今かまして冷却してます。ない方はそのままアラネストルでも OK です。はい、でここに生姜、さっき冒頭でも話しましたけどちょっとこう和のテイストにしたいですよね今回は。ってことで唐揚げとかつける時も生姜たっぷり入れると美味しいですよね。はい、そんなイメージのソミュールなんで、すりおろしの生姜を加えます。で僕のその唐揚げのイメージだと加熱したくないんですね。あんまりソミュール入れる作る時に生姜も入れて加熱してもいいんですけど、ちょっと生のこうキリッとした感じの味が欲しいので、冷やしてその底にすりおろしたものを入れていきます。はい、でまずは皮むきます。皮むくとき生姜、これすごい綺麗な形してますけど、もっとこう生姜ってボコ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 丸いイボみたいなのがついてますよね。で剥きにくいのでこういう、スプーンですね、スプーンでこうこそいであげると剥きやすいです。はい、こういうふうに水につけてこうこそいであげると剥きやすいです。でイボがもっと多い日、なんかボコボコした生姜だともう一回りちっちゃいティースプーンとかでやるとより剥きやすいです。はい、今回はこの綺麗な形の生姜なので大きいスプーンでやってます。はい、生姜も直接食べるわけじゃない、そのマリネ液に使うだけなのでそんなに気を使いすぎなくても大丈夫です。はい、剥けました。はい、剥けたらここにすりおろして直接加えていきます。今回はこういったチーズおろすときとか柑橘の皮をおろすときに使ったりするものですね。ご自宅にあるもので結構です。普通に生姜を家ですりおろすときに使っているものを使ってください。はい、タイムと生姜も非常に相性が良いです。すっきりした香りで、まあバジルなんかも相性いいですよね。ニンニクとかも入れたくなっちゃうところなんですけど我慢しました。なんかそういうかっこよさがあるレシピだと思ってるんで、ちょっと引き算的な要素もなんか大事なのかなとか今回は、うん、はい、思っています。はい、ですりおろしたら混ぜ合わせてしっかり冷ましてあげましょう。でそしたらこの後、鶏肉を切ってここに漬け込んでいきます。はい、じゃあまな板用意します。はい、 OK です。うう、はい、そういう感じの味なんですか？はい、うーんって感じの味です。